今週のやらかしのコーナー、今度はなんじゃいな。なるほど、ヘドロバイオームに手を出せないわけだ。確実に溢れる、恐ろしいことをさらっと言うな。もしそうなら、このままだと未来永劫どんぶりが出ないぞ。これは、サンド案件か？ゆげさばチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。敵将、上司、打ち取ったりー。待て待て、わけがわからんぞ。視聴者様もポカーンだ。前回のサンドボックスモードで液体遮断機が低温の水に突破されるって話をしたじゃん。ああ、それでよくだの調子だの言い出したんだったな。あの件よ。試行錯誤を打ち切って海外の動画を見たら一発だったわ。ほえー、で、どういう結論よ。まずはこちらをご覧ください。突破される接続方法です。ふむ、角にセンサーをつけて、上に遮断機が来るわけだ。でではパイプにしてるけども。そう。で、正解がこれ。お、流れの中に直接遮断機が含まれてる。この使い方が正解みたい。どこに載ってたんだその情報。知らなかったら気づかないやつじゃん。だと思うわ。えげつな。とにかく、このやり方なら正確に対応温度の液体を逃がせることがわかりました。じゃあ遮断機でクーラーの運用も可能なんだな。そうなるわ。さすがに高温地帯には置けないから、このように外部に置くことになるけども。驚きの新事実。これってもしや色々な配管に適用されてるってことないかね。普通にあり得るわ。今後、意図しない動作があったらこれを疑うべきかも。今更ですが、スリップスターの受け入れ体制を整えます。と言っても、継続して飼育したことがないので手探りですが、金アマが余ってるし、蓄熱に便利だそうなので、仮想の熱水から熱を回してみます。今、デザインしているのが原油たまりになる予定です。厩舎のサイズは最大の96、お手入れのみでご飯がいらないのでやれるんじゃないかなと。ただ、二酸化炭素の囲い込みとか、誘導は必要かも。なんなら給気ポンプで繋いでも良いんじゃん。最近、無電力のフィルタ方法を身につけたし。まあ箱を用意しておけば何かと便利ではあるでしょう。ついでにポークチェル厩舎も用意したいんですけど。卵の自動化だけでいけないかね？少し怖いな。今まで非常事態に備えて残しておいた、ミールライス農園のプランターを壊します。過去の動画を見てみたが、第4回で設置してそのままだったんだな。サイクルにして12サイクルだから、ほぼ300サイクル以上存在してたわけか。稼働率は低かったが、安心感がすごかった。ありがとう、ミールライス農園。お世話になりました。実際はカロリーや手間の面から、ミールライス不要論もあるようだけど、あっても良いよね。以前も触れたけど序盤の風物詩だからね。これで研究端末の部屋が開くのか。なんかに使おうかね。端末を上に持って行って、畜産スペースにでもする？ああ、オークシェルの話題も出たしな。その前に配電ラインの見直しと再デザインもしたいとこだけど、大電力設備のまとめとか、排熱も考えないといかんね。小麦の上も分け合って停滞中だし、問題がてんこ盛り、頭痛が痛い。はい、今週のやらかしのコーナー、今度はなんじゃいな。見ないふりをしてましたが、液体クーラーに改良が必要です。うわ、熱が漏れちゃってるじゃん。はい。どうなるかと思い見てましたけど、こうなってしまいました。あちゃー、大容量次板が良い仕事をしちゃってるな。はい。しかも多分これ金でできてます。完全に逆効果だこれ。というわけで対策しつつ、ついでなんで緊急停止用の冷却システムを組み込みます。ふむ、どうやるつもり？施設を回り込むように雪塩水の配管を引き、自動化スイッチで遮断機を制御、クーラー空間に冷却用パイプを引きます。停止したい場合、スイッチを入れればドン、か。可能ならノット回路で液体クーラーの停止まで繋ぎたいところですが、パイプ内温度センサーに、アンド回路かまさないといかんね。まあ安全管理がなってなかった、ということで、雪塩水の枯渇に備えて、液体タンクも設置すべきだね。その予定、ヒヤリハット案件ですな。そういうことです。スリップスター厩舎の現在の進行状況。天然ブロックを残す感じなん？いや、多分掘削による遭難を防ぎたいんじゃないかな。天然ブロックは上で確保して、農園長にペッパーを植えてもらうんかね。そうだった気がする。ついでに公園にするつもり。農園長による計画的な植え付けは失敗してるから、今度こそ成功させたいわ。左下の塩素消毒室は整備したまま使ってないな。ヘドロはしばらく、ゴリゴリかな。ようやく、廃業の脅威が去ったところだからな。隊員たちのねぎらいも済んでないし、再度ヘドロに挑戦ってわけにはいかんでしょう。そもそも過去に掘ったヘドロの処理が施設レベルでできてないからな。マジでやること多すぎー。話題に出たついでに、ヘドロ処理室の進行状況も。ここはヘドロとの戦いの最後の地だった場所ね。ここに部屋を作って、できる限り真空化して塩素を詰めます。長期作業になるから、スーツが必須ね。ちょっとスペースが足りないので汚染水貯水槽を少し左に移動させます。ちなみに現在のヘドロ消毒室はこんなです。結構、パンパンです。特に塩素消毒室は拡張もできないという。なるほど、ヘドロバイオームに手を出せないわけだ。確実に溢れる。まあ、ここはのんびり進めてもらいます。物残量はまだ20トン以上あるので。
チンを拡張したぞ。何のために？太いすぎるってのを使うにはキッチンじゃなきゃいかんのだそうだ。ふむ、ついでに自動化の処理範囲も増やす感じね。移動に何が出るのがどう影響するかな。しかしこれでキッチン系の設備は終わりかね。娯楽に類するもの以外は終わりじゃないかね。ならお次は娯楽室か。サウナはまだ先になるから他の娯楽を導入したいけれども、配電ラインの整備が先かな。そろそろまたやることリストが必要かもな。シーズン1がどうこう言ってたのに区切らずここまで来たのか。あまり動画のナンバーが増えない方が良いのかな。その辺も調べておこう。ワカメは増える一方です。無限ワカメです。重大な熱による血管が発覚した液体クーラーですが、強制冷却に入ります。自然に任せてたらコロニーが熱で崩壊しそうなのです。今画面内に映っている副車パイプを利用して蒸気を下に引き込んで雪塩水で冷却します。不安があるとすれば雪塩水が休眠中ってことね。タイミングの悪い話だ。まあ熱問題に対処するために始めた液体クーラーだからね。セルフクーリングがマジで待たれる。しかし現実でも夏本番を迎えて熱対策が叫ばれるわね。まあリアルだとクーラーがあるのがほとんどだから対策はあるけどな。ドンキのスポットクーラーってのが悪くないそうです。突発の現場なんかだと強報しそう。本当にね。即席ですが用意ができました。斜め掘りを使って冷却を開始。これでどれだけ冷やせるか。ないよりはマシ程度かと思うけど、本当に即席も良いとこだからな。正直ここまでの蓄積を考えると最初からやり直したいくらいだ。でもそれをやってるといつまでもロケットが飛ばないという。このまま継続は確定路線です。お、早速液化した。今の蒸気の温度が117度くらいだから、17度下げてくれた。もう少し効率の良い熱移動はないもんかね。噂に聞く超冷却剤とかの仕事じゃないかね。来るのはまだ先だろうな。それにしてもここまで来ても、まだまだ足りないものばかり。どういうこっちゃ。意味がわからーん。うわ、なぜか知りませんが、全くどんぶりが出ません。自動収穫は無効化してるんだけどな。もしかして、ケイってご飯に好みがある？待て、シンブルリードと共に植えてるとアバーをかじらないって言ってる？言ってる、恐ろしいことをさらっと言うな。もしそうなら、このままだと未来永劫どんぶりが出ないぞ。これは、サンド案件か？見たことがない情報だからな。そもそもご飯の共存自体をしないんじゃないかね。言われてみればそんな気がする。する意味ないもんな。うんか待った。気になる、というか面倒くさくてあえて気にしなかった項目が、ふむ、これなんだけど、この数字だと、1本を食べ尽くすのに1頭だと9サイクルかかる。ってことは9頭いれば1サイクルで食い尽くす？うちはご覧の通り、そんなにいない。もしやこれが原因では？単純に食料が過剰。よし、しばらくの間、シンブルリードを引っこ抜いておこう。これが原因だとへこむ。というかこれしか考えられない、やらかしのコーナーで扱うべきだったな。スリックスター旧車、一応の完成ということでお披露目です。うまく熱が回ってくれると良いんだけどな。熱源は隣接している塩水間欠泉です。あれ、でもこれだと組み出さないと放熱する一方だよな。ああそうか、やっぱり組み出しは必要なのか。まあ良い、稼働させてから考えよう。そうね。ちなみですが上の保護区ではペッパーを栽培します。農園長にお仕事をしてもらう予定です。うまくいくと良いけど。余った熱の有効利用ということで、断熱にもう一つ防波堤が欲しいな。すぐ上の空間が未使用だから、あそこを断熱タイルで覆えばいけるくね？そうしようか。今回は猫が喉を鳴らす音で締めたいわ。BGM のボリュームを下げて動画の音を上げます。元に戻す前に警告も入れます。割とがっつり鳴いてるわね。猫好きの間で猫エンジンと言われる現象だな。ちなみに原理とかなぜ鳴らすのかとか、いろいろと分かってないそうです。こんだけ長い間、人間のそばにいるのに原理不明とか逆にすごいよな。生態がもう一つあるんじゃないかって説まであるとか、意味はわからんが可愛いからよし。気持ちはわかる。じゃあ締めましょう。はいよ、ご視聴いただき、誠にありがとうございました。